はい、皆さんこんにちは、榊敦でございます。8月17日ね、3時40分ぐらいでございます。さっきちょっとね、一瞬外をふるっと歩いてきたんですけど、暑い、むちゃくちゃ暑いですねこれね。これ外で仕事してある人大変やわと思って、戻ってきてしばらく我慢してたんですけど、今冷房入れました。まあ飽きませんね、ほんまにこういう時期は。はい、日本経済新聞でございます。17日、今日の12時43分と言いますから、今から約3時間前ですねに出た記事でございまして、日本製鉄の即時抗告認めず、上級審判断へと。例のですね、お隣さんとのこう争いがありますね。日本製鉄と3社、私が理解してるのは日本製鉄、富士越、三菱重工というこの3社あるんですけど、その日本製鉄のが先行してましてですね、お隣さんの国内で差し押さえられた資産をですね、現金化の手続きなんかね、判決出たんてね、2018年の12月やったと思うんですけど、今2年近く経ってるでしょ。まだね、現金ができてない。現金ができてないですね、かわいそうに。そんな、あの原告ってもう97歳ですよ。たかだかそんな800万とか900万なんですよ。ああ、確定判決やって言うんだったら、もう政府立て替えたら出やねんと思いますけどね。あのお隣さんの政府ですよ。うん、でそれがですね、日本製鉄がですね、即時抗告というのをいたしました。話ややこしいんですけど、要はね、その判決出たでって差し押さえたでという、差し押さえましたというのを公示送達と言いまして、日本に本社がある日本製鉄に通知をするんですけども、日本の外務省がそんなあの協定違反の、ね、判決の、ね、お手伝いはできひんということで、送達を拒否したわけですね。として、それでですね、まだ別に勝手に拒否したらそんな関係ないやんって、やってしまったらええやんと思うんですけど、くっちゃくちゃくちゃくちゃ手続きしてるんですよ。でそしたら、公示送達というのをしまして、裁判所のなんかが掲示板の中に出すんですね。でそれで3ヶ月経ったら効力発生したと。もう3ヶ月経った日が8月4日でございます。効力発生したと。発生したはええんですけど、あの被告である日本製鉄がですね、即時抗告というのができるんですね。まあ、日本の裁判にも似たようなせいでありますけど、うん、で即時抗告なさった7日ぐらいに。でそれをですね、あの却下したという記事が出てるんですね、今日ね。却下したらそれでええやんって送達したことになるやんっていうか、もう異論はもう、あかんっていうことだった。そんな異論は挟ませへんっていうことだったわけでしょ。それで粛々と手続きしたらええのに、よう知りませんけどね、お隣さんのその手続きは。これがね、三審制なんです。3回あるんです、3回。日本でもそうで、地裁行って高裁行って最高裁行くでしょ。でその今地裁段階らしいです。日本ってね、そんな即時抗告してね、同じようなことがあったとしますよ。同じようなことがあったとして、最高裁で判決確定したものの、それを現金化すんねんって差し押さえて現金化するのに、即時抗告という制度が日本にあるんかどうか知りませんよ。そんなあのちょっとあの近くに先生おったら聞くんですけど、いませんからね。今度聞いときますわ、即時抗告があんのあんのみたいな。それで、後で LINE で聞いてみよう。それが三審制なんですよ、韓国の場合ね。お隣さんの場合三審制でございまして、今地方ですから、その次高等裁判所、ね、最高裁まで行くんですか。よう知らんけど、そんなんやってたら何ヶ月かかるか分からへんやんということですね。でもまあ普通ね、考えたら地裁でね、7日に出したものを今日17日でしょ、10日かけて棄却したわけでしょ、棄却。そしたら上級裁判所、あれ、書類しか見ませんから、多分普通に考えたら10日以内に
結論出すはずなんですけど、まあ、また最初から読むんですかね、最初から読むから次回よこせということなんですよね。で記事読んでるとどうやら年内の現金化は無理やろうというふうに書いた日経新聞ね、日経新聞ですよ。で要は私から見るとね、いたずらにね手続きを煩雑にして先延ばしにしてるとしか思えない。なぜかと言いますと、それが現金化されると日本は、それに対してこう対応しますよと、いわゆる新たな措置を出していきますよというふうに言ってるわけですね。まあ、それはどうもなんか向こうは嫌みたいなんですね。で先延ばしってやってて、まあ、別の動画でも言うたんですけど、ね、ムンさんがずっといる限りにいる間ってあと1年と10ヶ月ぐらいなんですけど、1年と9ヶ月かな正確にはいる間はですね、その結論出へんのちゃうかなという気がしますね。はい、結論を出さないっていうか、まあ、その現金化しないという、現金化しない限りにおいて日本もその、あれ対応策を出しませんので、今のまんま宙ぶらりんのままずっといくと、かわいそうな原告やんって、もう裁判勝ったのに、勝ってもらえるっていうふうに自分の国の最高裁で言われたわけでしょ。なのに何年経っても、もう2年近く経ってんのにまだお金もらえへんやんって、かわいそうに、ハロタゲーな、そんなの立て替えて、政府が立て替えて、あとウニャウニャってやっといたら、ウニャウニャにして終わらせたらそれでええんちゃうのみたいなもうね、もうそういう、なんて言いますか、どう言いましょう、法治国家というふうに言うてはりますけども、まあ訴求法を作るでしょ、あの人たちって過去を遡るような法律を作るんですよ、効力が過去を遡るという、それは何と言いますかね、絶対的にやったらあかんことなんですね。そんな何と言いますか、今は合法なのに後で出てきた法律で不法やとされて、それで逮捕されると嫌でしょでどうやらね、香港ではそういうことがあるみたいですね。過去の言動を問われてね、アグネスさん、この前ね、当局にこう拘束されたんちゃうかというふうに言われてて、あれですね、リンゴ日報の本社もですね、家宅捜索を受けたんですけど、捜査令状を見せろって言われて言うたら、見せてくれへんかったって言って、まあそういうこともあるわけなんですよ。なんと言いますか、こう僕らの一般常識では計り知れないようなことがですね、愉快なお隣さんやそのまた向こうの大きな国ではですね、結構まかり通るわけでして、そのどうでしょう、日本ってそのね、昔大津事件ってあるんですけど、どうでしょう、1800何年か、まあ120年以上前ですね、120年以上前にですね、日本は三権分立や法治国家やというふうにこう確立する事件があったんですけど、以来だから我々基本的にね、法治国家の常識で普段生きてるわけなんで、で僕大学は法学部なんですけど、法学部のね、法学という一番最初の基礎の木みたいな、ね、法学演習やったかな、法学やったかなという科目があって、必ずそれ取らなあかんですよ、法学の学生は。政治学科であろうと、法律学科であろうと。でそこで一番最初に教えられるのはそれなんですよ。在刑法定主義というか、法律は遡ったらあかんっていう。まあ、そういう国で育ってる人間からすると、これは直接それには関係ないんですけど、なんかちょっと手続きをね、煩雑にしすぎてるんちゃうの、君たちという。そういう気がしますね。で なんとかね、だからね、現金化を伸ばそうと、そんなことするんやったら、そもそもおかしなね、判断判決を出さなければね、こうやって苦しまずに済んだんやん。苦しんでるんですよ、僕から見ると。これね、なんやかんやって理由つけてね、先延ばしいのやってるわけなんですね。昔、パク・クネさんの時ね、その判決、最高裁の判決となるべく出さないようにってやったはったんですよ。やったはったんですよ。でそれをね、こうムンサイになってから、ね、なやれやれっつって、最高裁長官の首をすげ替えてまで判決を無理やり出させたわけですけど、出させたおかげでですね、苦しんでるという。
まあまあ超得意の一人相撲、いつもながらの、超得意の一人相撲ちゃうんかなという気がしますね。まあしかしこれでね、三振制やってのでも笑ってしまいましたけど、即時広告に三振制があんのみたいな。いやー笑えるわ。でまあこれまあまあ言うてみれば茶番みたいなものなんですけど、僕から見るとね。まだやるんでしょうね、ずっとね。これほんで終わったらね、これ終わったらまだもう一つなんか手続きあるらしいんですよ。だから、ただ未来永劫、未来永劫ってどうか分かりませんけど、献金か無理なんちゃうのという気がいたしております。はい、皆さんどうもありがとうございました。